こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。先日世界100大 IT 企業が発表され、日本は11社ランクインしましたが、韓国はソフトバンクに無視され、キムチ業界に手を出したサムスンのみしか入っていないようでした。その程度で IT 国家と称しているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。世界100大情報通信技術 ICT 企業に韓国メーカーはサムスン電子1社に過ぎないという調査結果が出た。よく韓国は ICT 強国という言葉を使うが、デジタル産業への再編を加速化すべきだという指摘が出ている。全国経済人連合会全経連は、時価総額基準上位100大 ICT 企業 S&P キャピタル IQ 基準を発表した。米国はアップル、ネットフリックス、テスラなど57社、中国はアリババなど12社、日本と欧州はそれぞれ11社と10社、インドは3社が名を連ねたが、韓国はサムスン電子だけが11位に唯一含まれた。各国の証券市場で時価総額上位5社の ICT 企業を比較しても差は大きかった。米国上位5社の時価総額の合計は8092兆ウォンで、韓国の今年の本予算の16倍に達した。中国上位5社の時価総額は計2211兆ウォンだった。反面韓国は530兆ウォンで、米国の15分の1、中国の4分の1にとどまった。ポータルと電子商取引企業だけを見ると、ネイバーとカカオの時価総額を合わせても83兆ウォンで、中国の JD.com 120兆ウォンに及ばなかった。ネイバーとカカオの海外への影響力が大きくないため、時価総額の増加傾向が遅いというのが全経連の分析だ。主要 ICT 企業の10年間の時価総額増加速度も、やはり韓国が米国、中国より低調だった。ICT 上位5社の時価総額合計の都市平均増加率を比較した場合、米国は 29.4%、中国は 70.4% だったが、韓国は 23.4% だった。全経連は、これをデジタル産業への再編の度合いが不十分であるためと見ている。10年前、米国の石油会社エクソンモービルは、独歩的なトップ企業だったが、2012年、アップルにその座を譲った。流通サービス分野では、10年間、ウォルマートの都市平均時価総額の伸び率が 7.1% にとどまった一方、アマゾンの時価総額は、都市平均 39.6% 増えた。国内製造業が成長機会を拡大するためには、デジタル革新を加速化しなければならないと全経連は指摘した。キム・ボンマン全経連国際協力室長は、時価総額が示す企業価値は市場の展望を反映し、将来の行方を提示するという点で意味があるとし、カカオが時価総額10位圏に入るなど、製造業中心の韓国経済が変局点を迎えているが、主要国に比べて速度が遅いと残念さを示した。キム室長は、続いて、IT 強国としての地位を維持するためには、デジタル革新と既存産業との結合に向けた相違的な努力が必要だと強調した。それでは、ネットの反応です。その一つ、サムスンを食い潰せなくて大騒ぎだな。社会主義政府の規制のせいで、成長に限界がある。この政府は、企業がうまくやり、金儲けがうまくいけば放っておかない。中小企業は生き残ろうとどれほど努力しているか。みんな安全に出勤してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。